イタニャンコです。突然ですがイタニャンコクッキング、さあ今日は何を作りましょうか。牛乳とマーガリン、バター風味って書いてありますけど、はい、出しまして、あとチョコレート、パンケーキミックス、何を作るのかは見守っといてください。さてパンケーキミックスをボウルに移します。さあパタパタパタ、次に卵を割ります。唯一のイタニが料理がうまそうに見える動画、以上終わりました。そして牛乳を入れるんですけど、計らずにもう目分量で入れたって美味しくできるでしょみたいなノリで入れて混ぜ合わせていきます。ヘラみたいな、しゃもじみたいなやつでひたすら混ぜます。そしてダマがなくなったのでこちらは置いておきます。多少ね置いといた方が美味しくなるかもしれません。そして鍋を使って、いや、あの避難の鍋じゃなくてね、あのチョコレートを湯煎にかけたいと思います。食べます。冷蔵庫に入ってたんで固くってちょっとあの差し歯が抜けました。はい、とりあえず塗装されたチョコレートをひたすら開けていきます。よいしょよいしょ。やっぱね、冷蔵庫に入れっぱなしのチョコレートはねカッチンコッチンですよ。大変、もうびっくりです。さあ湯煎にかけるんですけど、鍋とボウルの大きさが合っておらず大変熱いです。ミステイク感が半端ない。なのでやばいやばい言ってたら、とあるものが登場します。なんとペンチ、ペンチです。はい、お父さんに言ったらペンチを貸していただきました。まあ何よりあった方がいいので、ペンチでボール、やっちまいました。もう持つとこにねチョコついちゃってね、しかもねボールの中にも水入っちゃってね、なんかもう大変なことになってしまった。なんですけどもうチョコは熱したまま置いといて、別のフライパンで準備をします。さあホットケーキを作ります。はい、ホットケーキ作ってます。ホットケーキ、はい、あの卵とね牛乳と粉を混ぜ合わせたホットケーキを作ってます。まあね、今日はねお父さんの誕生日ということで、このホットケーキをタコスちゃんの形にして、でチョコのペンを作って、その絵を描いたりとかしたら可愛い感じになるなって思ってやっております。ちょっと幸先不安なんですけど、さあこの焼いてる間にクッキングペーパーを使ってやったこともないのにチョコペンらしいものを作ろうとしています。若干固まってしまったチョコ、しかも持つとこが熱すぎて、しかもなんか固まりすぎてて全然出てこないです。あれあれ、なんかあれ、ボトボト、まあきっとねこれはこれで可愛くなるっしょ。ちょっとミッキーみたいだけど大丈夫大丈夫。さあひっくり返すぞ。ほい。なんか違うものができた。諦めずに頑張ろうと思います。いやね、1枚目は別に多少失敗したってね、まだ生地ありますからとか言って、今度はハート柄にしました。ハートの形ね、
固まったチョコはもうなんかもう今何お味噌汁作ってるみたいになってますけど、これはチョコの塊を乗せて文字を作ろうと考えてるけど全然文字ができなくて困ってます。ハッピーバースデーって書きたくって一生懸命箸でねやってるんです。見て、ハッピーバースデー。おかしいなぁ。まあひっくり返そう。めっちゃ焦げてるんだけど。あれれ、まあ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 、もしかしたらね、あ、これね、チョコをね、固まったチョコ食べてますね。はい、つまみ食い現場1。お、これ次にね、作ったパンケーキはね、ギトギトな感じですけど、あ、いい感じだと思ったら、今度またね、ホットケーキミックスの方のつまみ食いをしてますね。さあ、ようやくできました、タコシちゃん。あなたに似せて作ったんですよ。あれ？タコシちゃんだよ。タコタコタコスタコス。じゃあ、思ってたんと違う。やってみようと思います。まあ、きっとね、味は美味しいに決まってますよ。食べてみようと思います。ケーキの味がします。美味しいです。喜んでくれるよね。ちょっとつまみ食いしちゃったのでタコシちゃんの腕を作ってます。はい、ということでこんな感じの結果になってしまいました。今つまみ食いをしたので半分に切ってこっちに足しときました。後で美味しくいただこうと思います。なんか思ってたんと違うけど、ま、可愛いよね、タコシちゃん。イエーイ。さあ、最後はね、散々荒らしたので、お片付けでございます。お片付けまでが料理。ということでね、ご視聴ありがとうございました。料理頑張るぞ。クリとグラの絵本に出てくるこのカステラってめっちゃ美味しそうだよね。掘りましょう。